どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは東京都中央区築地市場跡地すぐ近くです。今回ご紹介いたしますのは勝どき橋を渡りまして月島グランドシティタワー月島でございます。それでは建設地まで歩いていきたいと思います。この築地市場跡地いつ発表ですかね。年内出るか来年ですかね。これはかなりの期待ができる開発になりますけど、まあ、定着っていうところで、まあ、分譲マンションはできないのかなと思います。まあ、できたとしてもほんの少しっていうところだと思いますけども、まあ普通に考えればホテル系とか、あとはまあ大きい商業施設、あとはまあドームなんか噂されておりますけども、まあ定着つってもかなりの金額にはなってくるでしょうから、集客できるようなですね施設を主にしてくるんじゃないかと思いますが、これが発表された時に勝どき月島の価値も上がりますよね。まあ少なくともマイナス材料ではないですかね、プラス材料でしかないですので。グランドシティタワー月島の建設地はですね、今クレーンが見えている付近となります。それではグランドシティタワー月島物件概要いきましょう。売り主は住友不動産、東京建物大和ハウス工業、首都圏不燃建築公社。ただシェア率の関係でも住友不動産のマンションという形になります。設計は御用建設、大建設計特定業務代行共同体、施工は御用建設、占有面積は 37.66 平米から 91.25 平米。ただですね、100平米の部屋もですね用意するんじゃないかみたいな話にはなっております。倉庫数は1285個です。非分譲住戸は340個です。58階建てになります。東京メトロ有楽町線都営大江戸線の月島駅徒歩5分、都営大江戸線の勝どき駅徒歩9分です。アドレスは東京都中央区月島3丁目、竣工予定は2026年の4月下旬、引き渡し予定は当初より1ヶ月ほど早まりまして2026年の末となります。このデニーズのところもですね開発計画が出ておりますね。賃貸かとは思いますけども、ここも背の高いマンションできる計画があります。そして今作はこの隅田川にですね近いっていうところがですねストロングポイントになってきます。この勝どき橋からですねテラス降りて歩いていきたいと思います。最寄り駅は月島ですが、こちらの勝どき駅もですね日常使いですねできる距離感になってきます。なんなら大江戸線で大門方面行く場合なんかはもう勝どきまで歩いちゃった方が早いんじゃないかなっていうところです。大江戸線の一番近い出口ですね入って、そこから本までちょっと距離がありますので、大門方面行くときはこの勝どき側ですね利用されるって方も少なくはないんじゃないかなと思います。月島ですので、やはり東京メトロ有楽町線が使えるっていうのがいいですね。都心までの距離は勝どきも月島も当然もう変わんないですけども、まあ、バス便 BRT ってところだと勝どきの方が便利ですけども、鉄道っていうところで行くとやはり有楽町線が月島通りますので、鉄道利便性を比べると勝どきより月島が上っていうのはですね明白っていうところです。もちろんですねこの勝どき側は臨海地下鉄が伸びてくるんじゃないかなんてですねこう計画もありますので、まあだいぶ遠い将来ですけども、本当に伸びてきたらですね鉄道利便性で月島へ追いつくどころか東京駅ダイレクトとなれば勝どきの方が上回るかもしれないですね。そうなった時も今作は勝どきに寄っているので、いつか臨海地下鉄が伸びてくることがあった場合はですね恩恵の受けやすい月島物件という形になります。月島駅からは西中通り商店街もんじゃストリートですね、こちらを歩いて、今作自体もそのもんじゃストリート沿いという形になります。エリア内比較をしますとですね月島物件の中では別に駅にめっちゃ近い方ではない、なんなら月島物件の中では本までもそこそこ距離があるという形にはなってきます。でタワーマンションも多く立ち並んでいますので、まあ、中央区のですね最高層っていう点はそんなに特別評価されるポイントではない、まあその最高層になっていく部屋を買う方は別ですけども、ただ今回はですね最高層っていうところだけじゃなくて倉庫数1285個、
単体タワーマンで総戸数1285戸なので、まあ、竣工するともう目立つことは間違いない規模感と、そもそもですね、もともと土地が細かく分かれてまして、住宅などがこうあったわけですけども、それをですね、マンションの部分以外ですね、綺麗にまとめ上げてるっていうこと自体がすごいなっていうところです。まあ、このエリアは再開発実績が増えてるので、まあ、地権者の方にとってもこう、再開発後のイメージが湧きやすいっていうのがあるんでしょうね。だからこそ、参画してくれると。あの細かい土地をまとめてるってのは本当すごいですよね。ここがですね、もう建設地の隅田川側となります。今作はこの隅田川のブロックにですね、完全にその住戸棟が面しているというわけではないんですけども、関連性はありまして、北側にまあおそらく賃貸マンションだと思います。住友不動産は持ち分持たないんですけども、まあ地権者さん向けの貸し出す用賃貸マンションかなと。で、そちらの賃貸棟は今作分譲棟にそんな深い関わりはないんですが、深い関わりがあるのはこちら側になります。ここは中央区のですね、持ち分になるようでして、高齢者向けの施設になるんですけども、渡り廊下で結ばれます。そして、結ばれる部分に遊具とかが置かれる、まあ、ちっちゃめですけども、公園ができます。後ほど行きますが、ブリリアウェリスの横の児童遊園みたいなイメージっていう形になります。そして、そこから、こちら、階段。もしくはスロープの方も整備予定ですので、この隅田川テラスにですね、今以上に容易に行き来することができると。で、住戸棟自体はですね、雪道を挟む形にはなってくるんですけども、今回ですね、西方向がこういった形、そして北方向がこういった形で、が今作のストロングポイントという形で、月島駅からは他の物件に比べると少し離れはするんですけども、スペシャルな眺望の部屋多く設定される形になります。西と北どっちがいいかっていうところでいきますと、まあ西の方がですね、東京タワー見えてくる形になりますし、築地市場の跡地のですね、建物もこう楽しめるっていうところで、まあより都心をこう楽しめる形にはなります。もちろん東京タワーがいつまで見えるかとかですね、そういったところは注意は必要ですけども、まあ、西日を気にしないっていう方であればですね、まあ、今回ロウイではあるんですけど、とはいえまあ西日は暑いですので、そこをですね気にされないっていうところであれば、まあ西の方がまあよりこの立地らしい眺望かなと。でもやっぱちょっと西はなと。で、北向きの良さって、まあ、東京湾岸だったり都心住んでる方だともう分かってらっしゃるので、実際問題私も北向き住んだことありますけど、タワーの北向きって全然暗くなるので、もちろん日当たりはないんですけども、そして眩しくないので綺麗に眺望を楽しめると。で、こういった形で隅田川ですね望めて、その先にスカイツリーっていう形になりますし、夜はですね佃のタワマン、そしてセールカですね、こちらの建物もあったりしますし、中央港のタワマンもあって、で、このグランドレベルだとちょっと見えないですけども、その先にもですね高い建物が見えてきますので、朝から晩まで24時間ですね眺望を楽しめると。まあ西ももちろんそうなんですけど、西はちょっと眩しい時間帯がありますので、なので今作は北と西に価格を振っている形になります。で、部屋選びっていうところで、この西か北かまあ眩しいのをどう取るかっていうところだと、もう一つポイントになってくるのが、こちらのまあ隅田川沿いはですね、今作ほどの土地の広さがないので、さすがに今作みたいな背の高い建物はまあできないとは思うんですけども、あちらのブリリアウェルスぐらいの背の高さの建物にこう建て替わっていく可能性はなきにしもあらずと。まだ将来のことなんで何ともですけども、あちらの白い建物とかもそんな新しい建物ではないですので、あの辺がまあブリリアウェルスとかぐらいの背の高さになってくる可能性もあるので、そうですね、まあ30階とかだったらまあかなり安心だ、最低でも20階とか言っといた方がなんか将来的なリスクは少ないかなと。なので
北と西を選ぶ時の私なりのアドバイスとしては、まあもちろん将来の不確定要素なのでそこはどうなのかですけども、その不確定要素のリスクを少しでも軽減するために、北西選ぶときは20回以上、できれば30回以上を選んでおきたいなと。ただ30回とかもう超えてきたら、そっから先ってここまで眺望の差がないので、北西だと私のおすすめラインは30回台です。まあもちろん上に行けば行くほど気持ちがいいんですけども、その分40回台価格も上がりますので、北と西なら私は30回台、この辺がバランスいいんじゃないかなという印象を受けました。して今作のですね、ボリュームゾーンともなります南向き、そしてまあ少ししかないんですけども、東向きは第一期では出さないんですが、そちらを選ぶ場合はもう思い切って上行っちゃった方がいいと思います。南側にはですね、あちらの有料老人ホームのサンシティ銀座、そしてその周りにですね、またタワーマンションが建設予定です。サンシティ銀座イーストに関しては32階建てで高さ約119メートル、そしてその横側で建設される後発分譲タワーマンションはですね、48階建てで高さ約182メートルとなる予定です。それを考えますと、今回販売される一番上の49階あたりになった方が空は近くなってきますし、サンシティは確実に抜けてくると。南はできるだけ私は上に行っちゃうとかです。無理してもっていうところですね。まあ資金計画上で無理しすぎは良くないですけども、行ける範囲でもう上に行っちゃった方がいいっていうのが私なりのですね、部屋の選び方のおすすめとなります。まああとはそこは好みってところですね。南側の方が価格は当然抑えていますし、今回幸いにも正面にですね、建物が被ってくるんですね。南方向は正面にサンシティと後発のタワマンが被ってくると。で、一般的に考えると、いや正面に被るのきついってこう思われるかとは思うんですけども、ざっくり130メートルから150メートルぐらい離れていますので、理覚はしっかりと取れますし、実際ソファーを置くのって正面に置くわけじゃなくて横に置くので、でその横に置いた時に今回その左右は抜けるんですよね。で抜けるって言っても南向きで、ソファーの配置によっては勝どき駅側のですね、タワーマンション、その先はもちろん被ってはくるんですが、そこになってるとかなり距離ありますし、逆に夜なんかは、まあ私マンションマニアなので、そう思うっていう部分あるかもしれないですけど、建物見えるのも面白いですので、南も言うほど、なんか、窮屈感はないっていうところになると思います。ただ、とはいえ、やっぱり今作の売りは、この、隅田川眺望になってはきますので、まあ高いお金を出す価値は私はあるなっていうところで、まあ私ならですけども、まあ私なら今作行くなら何も迷わずスペシャルな眺望に高いお金払うっていうところかなと思います。ここは価格差があるのでお財布との相談にはなってきますけども。で、こちらがブリリアベリスになりますが、ここがですね、先ほどのデッキでつながる公園をイメージしやすいかと思います。この隅田川テラスのところからですね、階段もしくはこういったスロープで登っていきますと、こういった形で、まあ、空中的な部分にですね、公園があると。もう規模感としては本当このぐらいですね。で、ここはですね、向かいの建物との同時開発ではないのでそうはなっていないですけども、こうやって歩いていくとそのままデッキで重厚塔につながっていくという形になります。で、エレベーターもですね、こういった形で今回側にもですね、同じようにつく形となります。イメージとしてはこういった公園からそのままデッキでつながって、そのまま自分家に入れるという形になります。降りてですね、建設地方面ですね、再度歩いていきたいと思います。エリア柄致し方ないですけども、ハザードマップではですね、しっかりと色がついてくるエリアとなります。通学校は月島第一小学校で徒歩6分、佃中学校で徒歩11分になります。公園関係はですね、先ほどですねご紹介しました新しくできるところ、まああそこはちっちゃいですけども、それ以外もですね、
月島区民センターのですね、南側のですね、第一児童公園だったりとか、あとは勝時駅のですね、駅の広場のところの第二児童公園っていうところとかですね、公園関係は点在しております。あとは先ほどのテラスにさっと出れるのがいいですよね。あそこは自転車も通れませんので、散策するのもランニングするのもですね、適してますので、あそこはもう大人も楽しめていいですよね。こちらが建設地のですね、1階グラウンドレベル場面になりまして、まず今作のですね、ランドスケープで面白いところっていうところですね、ご紹介できればと思うんですが、今作のグランドエントランスはこの北側、正確には北西側ですかね、こっち側にできます。その理由としましては、今回ですね、駅寄りがもんじゃストリートになるんですが、そっち側に店舗区画を設けます。店舗は独立した塔と、そしてこの重厚塔の下駄部分にですね、入る形となります。なのでもんじゃストリートからその店舗区画のですね、動線をですね、良いものとするっていうところで、そっちにエントランス設けて、こっちに店舗区画だと店舗の方がですね、なかなか来づらくなってしまいますので、店舗の方は行き来しやすいもんじゃストリートがで、そっちはそっちでわちゃわちゃしますので、まあわちゃわちゃするって言っても、この月島はなんか終電後にどんちゃ騒ぎになる街ではないので、まあ終電ちょっと前ぐらいまでは、まあそれなりに人がお店がやってるのでいるっていうところで、それ以降はそのやってるお店がぐっと減るので、私の印象、私の肌感覚でしかないですけど、終電後のどんちゃん騒ぎみたいな感じじゃないですね。私ここのマンションカウンター月島店というところがあるんで、この夜の場面もちょこちょこ見るんですけども、終電前ぐらいまではそこそこ人はいるかなってところで、終電後はなんかどんちゃん騒ぎになるような商店街ではないっていう私の印象です。まあとはいえわちゃわちゃはしているので、まあ、このグランドエントランスはあんまり人が来ない側に持ってきているという形になります。なので、まあ、ちょっとの距離ですけども、もんじゃストリートにエントランスがあればより駅は近く感じるんですが、まあ、そもそも今回月島駅への近さを優先する方であれば、他にですね、選択肢があるので、そっちに無理にエントランスは持ってこずですね、この北側にですね、グランドエントランスを持ってきているという形になります。まあもちろんそれは地権者さんの意向もあるかと思いますが、まあそうした方がですね、この街全体としては盛り上がるので、この北側にエントランスを持ってきているのは個人的にはかなり好印象っていうところです。でこの辺りがですね、賃貸マンションに変わります。その建築看板がこちらとなります。でここはですね、特別デッキでつながるっていうところはないので、完全なんか独立したものっていうところですね。言われなければなんか仲間とは分からないっていうところです。絡みがあるのはですね、あちらの公園ができる側という形になります。あそこがですね、デッキでつながりますので、ここにデッキができてそのままテラス側行けるっていうのは、これかなり便利ですよね。今ちょっと迂回しないといけませんので、こちらがメインの方の建築看板になります。今作はですね、前面が接道しておりまして、欠けているのはこちらの2012年地区のですね、ザ・パームス月島ルナガーデン、ここだけがですね、参画していないっていうところで、まあここが新しい建物ですので、それは致し方ないっていうところですが、ここの部分以外はですね、綺麗に参画して歯抜けになっていないっていうのが今回素晴らしいですよね。こちらがですね、有料老人ホームのサンシティ銀座イーストという形になりまして、その周りですね、白い囲いになっているところが後発の分譲タワーマンション計画となります。現在ですね、解体工事が進んでおります。解体工事は2023年の12月末にですね、終わるようですね。そして新しく作られる建物ですが、こちらは B 敷地側のですね、建築看板になっておりまして、メインの建築看板に関しては、このサンシティのですね、南側、横にですね、長い敷地側ですね、こっちに開発されますので、こちらに出ている形となります。こちらはですね、2027年度、2028年の1月31日に竣工を予定しておりますので、おそらくですが2028年の春入居物件になるのではないかなと、春以降の入居になるかなと思います。こちらは三井野村大成 JV になりますので、住友は絡んでないです。
で、価格に関しては当然わからないんですが、平均坪単価にしたらグランドシティタワー月島よりかはさすがに安いとは思います。まあ、今回ご紹介しているグランドシティタワー月島は眺望台にかなりお金を振ってますので、ここも上の方行けばもちろんですね、豊洲方面とかぐっと抜けてそういったスペシャル住居はあるにしてもですね、全体で見ますとこういった形でですね、建物がですね周りにありますので、背の高い建物に囲まれてるっていうところで行くと、今回ご紹介しているグランドシティタワー月島よりもですね、こう取ってくるの、そもそも隅田川までちょっと距離があるのと、結局はそっち方面、北方面向くと今度グランドシティタワー月島が見えてくるっていうところなので、まあ、その条件をですね考慮しますと、さすがに、まあ、販売する時の市況次第ではありますけど、今時点で仮に同時期販売だったのであれば絶対こっちの方が安いです。平均としてはですね。グランドシティタワー月島の建物の高さがですね、約190メートルっていうところで、こちらのですね、後発の方が若干背が低いっていうのもありますので、まあ、今作のできるだけ上の方を買っておくとですね、かなり空は近くなってくるかなっていうところです。今回販売されるのは50階未満になってきますので、こちらを完全に抜けるっていうのはですね、回数的に難しくはなるものの、この3シティを超える階の販売はですね、ありますので、南側を選ばれるなら極力上を行ってこの3シティ超えて、そしてこの後発を超えなかったとしてもできるだけ空がですね、近くなるような上の方を選んでおきたいなとは思うので、やはり第1期で条件いい部屋を出してくれますので、選べるうちに条件いい部屋を取っちゃった方がいいんじゃないかなというところです。それではもんじゃストリートを経由しまして、月島駅のですね、有楽町線側の出口へですね、歩いていきたいと思います。日常の買い物はですね、こちらのもんじゃストリートのですね、ダイエー徒歩3分、そしてですね、清澄通り側のフジマート徒歩5分、あちらかなり庶民的ですね。そしてあとは月島と勝ち時それぞれの文化堂徒歩8分というところで、現在でもですね選択肢はあるんですけども、今作のですね住戸棟の下駄部分が結構広めの区画になっているので、店舗区画なので、そこにスーパーマーケットを誘致したいなっていうところになっているっていうところです。確実にできますとは言えないっていうところなんですけども、誘致したいというところになっているので、建物下部分にですねスーパーマーケットが入る可能性があります。で、その入った場合ですね、一応裏口をどうするかですね、通り抜けはできるので、そうすると雨に濡れず行けるんですが、まあ、セキュリティ上どうするかっていうところで、もしかしたらグランドエントランスから一回外へ出る必要はあるかもしれませんが、そのままですねすぐにですねスーパーマーケット行けるようになるという形になります。スーパーマーケットできてくれるといいですよね。で、この月島ですので、まあ、月島といえば、まあ、もんじゃっていうイメージはですね当然強くて、まあ、実際もんじゃのお店はたくさんあるわけですけども、その他ですね個人のですね飲食店なんかも充実しておりますので、ただこれは私の肌感覚なんですけども、私のようなチェーン店派とか大きい商業施設が好きな人からするとですね、まあ、少しこうキャラクターは変わってくると。なのでどちらかというと個人店派の方の方がまあ合ってくるかなっていうところになってきますね。これはまあ多くの方がそう感じるんじゃないかなと。狭そうに見えて実は狭くない、あのサイゼリアも閉店予定になっちゃってますので、まあチェーン店もなくはないんですけども、ただ私みたいなチェーン店派であっても絶対的なですね距離感をこう優先して月島勝どきに住むっていう方はですね結構いらっしゃるんですよね。もちろんこの町に住んでこの町の飲食店を利用するっていう方も当然、まあ、そちらが当然多数派にはなってくるんですが、月島勝どきって非常に都心部が近いと、もう隅田川渡ればですねもうすぐにですね都心に入れるっていうところになってきますので、絶対的な都心距離を理由に月島勝どきに住んで、でもお金は落とすのは、まあ隅田川渡った側の銀座とかの都心側、もしくは反対側の豊洲だったり有明っていう生活パターンの人も私の知る限りでも結構いるんですよね。なので隅田川渡るだけでもう東京都心で、で大きい箱の商業施設行きたければじゃあ反対逆走すれば豊洲東雲有明があるっていう、
スーパーマーケット系はこっちにあるので、それはこっちで買うけど、飲食店とかはまあ家族構成とかによりますけど、大きい箱の方が子供とも一緒に行きやすいみたいな、そうなってくるとやっぱ有明ガーデンとか東雲のイオンとか、まあ豊洲のララポですね、そっち側に行って休日はそっちでお金を落とすみたいな。なので月島勝どきに関しては、特に勝どきはですね、まあ月島ほどではないものの、個人のおしゃれなオシャンティーなお店とかもこう増えていって、この先もなんか増えていきそうな雰囲気もある中で、そういったお店を日常使いしたいっていう方はもちろんですけども、絶対的な都心距離で住むのは月島勝どきでも、遊びに行くのは違う場所っていう、隣のですね、渡って都心もしくは豊洲東雲有明っていう、そういうですね、多様な生活スタイルの方に合うのがこの月島勝どきのいいところなんですよね。これが絶対的都心距離の強さってとこですよね。ゼロではないにしてもですね、月島が好きなんだけど、月島勝どき側のこの雰囲気が好きなんだけども、豊洲に住みます、東雲住みます、有明住みますって、そのはそんなにいらっしゃらないと思うんですね。でも、まあ、豊洲有明東雲側好きですっていう方でも、あ、でも住むのは月島勝どきで、そっちは遊びに行きますっていう、それはやっぱり絶対的都心距離の近さでこっちも選ぶので、まあそういったのはですね、この月島勝どきのですね、ストロングポイントになってくるというところですね。こちらが有楽町線側に近いですね、出入り口になります。今度は清澄通り側に出てですね、建設地方面歩いていきたいと思います。しかし東京湾岸って面白いですよね。東京湾岸ってそれぞれキャラクターが異なる中で、この月島、まあ勝どきもそうですけど、ファミリーファミリーしてないんですよね。このファミリーファミリーしてるって変な誤解生んじゃいそうなんですけど、別に子育てに向いてないっていう、そういう話では全く持ってなくて、その東京湾岸の中で豊洲東雲とかのなんかこうファミリーファミリーしてると、なのでファミリーファミリーしすぎてないけど、まあ子育ても当然安いっていうのがこの月島勝どき側になってくるわけですけども、まあ、東雲豊洲有明側はどちらかといえばこう大きな商業施設が中心な街ですので、人によっては物足りないっていう風になっちゃうと思うんですよね。それはこの月島勝どき好きな方からすればそうなって当然ではあるんですけども、でもそれが東京湾岸のいいとこだと思うんですよね。キャラクターがそれぞれ違うからいいっていうところなんですね、東京湾岸は。だから全体が盛り上がって、多様性があって、そして東京湾岸全体の盛り上がりの要因になってるんだろうなっていうのは私の考えです。この月島勝どき好きな方からすると、ちょっと豊洲東雲有明ももっと頑張ってよと思うんですけど、頑張ってなくていいんですよ。豊洲は豊洲のあの大きい箱でファミリーファミリーしててほしいっていうのが、まあ私の思いっていうところです。そうすることでこの月島勝どきに住んで、でも別にそっちに遊びに行けば大きい箱が あるっていうのがいいので、まあ本当面白いですね、東京湾岸。それぞれめっちゃ近いんですけど、キャラが違すぎるんですよ。近すぎるのがいいんですよね。さあ、周辺相場でございます。まずはこちら、月島駅直結のキャピタルゲートプレイス2015年築、新築時の坪単価約335万円、現在の坪単価は約600万円まで来ております。動きの一例としましては、約63平米、新築時6400万円台のお部屋が、中古時1億2500万円台で動いております。キャピタルもそうですけども、今回ご紹介しているグランドシティタワー月島もですね、足元にですね、商業施設が入ってくれるっていうところで、今作は特にもんじゃストリート沿いなので、より楽しみですよね。進み通りから一旦中へ入ります。周辺相場です。ミッドタワーグランド2020年築、月島駅徒歩2分、新築時の坪単価約425万円、現在の坪単価約580万円です。動きの一例としましては、約69平米、新築時8300万円台のお部屋が、中古時1億3200万円台で動いております。賃料相場としては、ミッドもキャピタルも、部屋によって大きく異なるんですが、平均的なところでいきますと、
平米5700円ほどとなっております。さあ清澄通りを再度勝どき駅方面へ歩いていきます。こちらがフジマートです。あちら月島区民センターで、大江戸線乗るときはですね、ここから入った方が便利です。こちら月島3丁目バス停留所です。勝どき駅側の方がですね、本数系統は多いですけども、こちらからもですね路線バスが出ておりますので、勝どき駅側合わせてですね BRT も含めてですね、鉄道以外のですね公共交通機関も充実しております。そして宣伝入ってしまいますが、こちらの月島3丁目バス停留所ですね、目の前にマンションカウンターがございます。ファミマの少し先ですけども、定食で期限が切れてしまいましたので、月島駅寄りに移転してきました。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重な時間本当にありがとうございます。この後モデルルーム訪問をいたします。まずは建設周辺レポートお届けをいたしました。ではグランドシティタワー月島モデルルーム見学していきたいと思います。行ってきます。